僕は最近死んだ人気ミステリー作家の隠し子、父の隠された遺構を探すため、父が生前所属していた推理小説協会にやってきた。七尾坂先生、お久しぶりです。深町さん、俺のこと覚えてます？はあ、どうもいらっしゃい。事情はだいたい水木ちゃんに聞いてますよ。お父さんの遺構を探しているとのことで、それでぜひ渡したいものがあって、宮内さんの会員証なんです。おお、封筒に入れてそこに置いといたはずだけど。三沢くん、テーブルの封筒。封筒足りなかったから使っちゃいました。封も先に全部のり付けしちゃって、すみません。開けて探すしかないですね。あの、これじゃないかと思うんですけど、昔からこういうの得意で、その封筒だけ中身が多そうだなって。そりゃあすごい名探偵みたいじゃないですか。